レナ、あの人は？うん、お腹いっぱいだって。今、上で休んでもらってる。そう。レナ、今のうちに村長様を呼んでらっしゃい。もう暗いから気をつけていくのよ。うん、行ってくる。村長様！なんじゃ、想像しいぞ、レナ。村長様、そんなのんきにしている場合じゃないんです。早くうちに来てください。いやはや、一体何が起こったというのじゃ。とうとう勇者様が現れたんです。なんじゃと。本当です。だってその人、光の剣を持ってるんです。光の剣じゃと。異国の服も着ているし、間違いありません。あの人は伝説の勇者です。なんたることじゃ。それでレナ、そのものをどこで見たのじゃ。神護の森です。私が魔物に襲われたところを光の剣で助けてくれたんです。今は私の家にいます。本当なんです。それにその人は、ここがどこだかわからないのに旅をしているなんて言ってたし、どこから来たのかもよくわからないんです。おかしいと思いませんか。確かに妙じゃな。お前が嘘をつくような子ではないことはよく知っておるが。村長様。まあ、会ってみないことには始まらん。とりあえず話を聞いてみるとしよう。はい。お母さん、ただいま。どうしよう、レナ。どうしたの、お母さん、そんなに慌てて。だってじゃなくて、どうしたのって聞いてるの。行っちゃった。何を。勇者様って。行っちゃったの。それでクロードさんは。まだよく分かってないみたいだけど。いいから落ち着きなさい。彼もまだ事態を理解しておらんのじゃろ。あなたがクロードさんですか。初めてお目にかかります。私はこの村の長をしております、レジスというものです。クロードです。神護の森でレナを助けていただいたそうで、感謝しております。いえ。ところでレナから聞いたのですが、旅をしている途中だそうですな。あ、いや、そんな大げさなものでもないですけど。どこへ行かれるおつもりですか。クロス王国、それともラクール大陸ですかな。あの、それは、その、ここがどこかもわからぬ上に目的もはっきりしない、妙な旅人でございますな。何が言いたいんですか。無礼を承知で申し上げます。クロードさん、あなたは嘘をついていますな。あなたはただの旅人ではありますまい。旅人じゃなかったら何なんです。
おそらく異世界の者、伝説の勇者、旅人というのは世を忍ぶ仮の姿、違いますか？あなたは我々を助けるべく訪れた光の勇者様でございましょう。ちょっと待ってください。何を根拠にそんな。根拠なら我々の地方の伝承に次のような言葉があります。この地エクスペル脅威に襲われ民苦しむ時、異国の服をまといし勇者現れん。かの者光の剣を携え人々を救いたもうと。あなたは異国の服をまとい光の剣をお持ちじゃ。これ以上どんな理由をお求めになる？そんな、光の剣なんて僕は持っていませんよ。そんな、私を助けてくれた時にはまばゆい光を放つ武器を使っていたじゃないですか。それは。この人は違うのでしょうか？そんなことない。光の剣に関しては分かります。光の剣ではありませんが、確かにそういう武器を持っています。でもだからといって僕が勇者であるというのは何かの間違いのような気がします。どうしてそんなことを言うんですか？だって本当に勇者じゃないんだ。僕にそんな力はないよ。そもそも何が起きているのかもわからないし、いきなり助けろって言われても。本当に知らないんですか？ソーサリーグローブのことも異変のことも。この村に起きているのではありません。世界全体に異変が起きているのです。本当にご存じないようですな。ご説明いたしましょう。今から3ヶ月前のことです。この村から北西に位置する別の大陸にエル王国という国があります。そのエル王国の領地の一つエルリアの町にある日突然隕石が落下しました。はじめはただの珍しい隕石だと騒がれていただけだったのですが、やがて異変が起こりました。平和だったエル王国に突如多くの魔物の群れが出現し暴れ始めたのです。今までそのようなことは全くありませんでした。その隕石が落ちる前までは。関連づけて考える方がおかしいとお思いになりますかな？我々は墜落した隕石を魔の石、ソーサリーグローブと呼ぶようになりました。どう考えても、あの石が全ての厄災の元としか考えられないのですから。ソーサリーグローブが突然降ってきたように、あなたも突然現れた。あの石が全ての厄災のもとなら、それを断ち切ることができるのはあなたしかいない、そう思ったのです。でも僕は。
今、世界に異変が起きつつあります。今までになかったような群発地震、動物たちの魔物か、いずれはこの村にも厄災が降りかかるでしょう。でも、僕にはそんな力はないんです。厄災を引き起こすような隕石を相手にできるわけがない。それではあなたは、どこからやってきて、どこへ行こうというのです。それは、うまく説明できません。説明しても分かっていただけるかどうか。ただ言えるのは、僕は自分の意志でここに来たのではなく、事故によってここに来たということです。そして、何とかして、本来いた場所に戻りたい。それだけなんです。漠然としていて分かりにくいですな。でも、そうとしか言えません。そうですか。そこまで強硬に否定しなさる以上、あなたのおっしゃることはきっと真実なのでしょう。本当に、あなたは光の勇者様ではないのですな。そんな。すみません。結果的に期待を裏切る形になってしまって。いや、こちらが勝手に勘違いしただけです。あなたが気に病むことはありますまい。ごめんなさいね。レナ！そんな、絶対そうだと思ったのに。異国の服も、光の剣も持ってるのに。